顔もに、はい、私の新習慣首相官邸をのホームページをね、見ていきますでね、昨日月曜日だったでしょう。で、昨日はね、見たら変わってなかった金曜日の内容とね、だからさすがに土日は岸田君も休んでるということですね。で、さっき見たらね、更新されてました総理の一日ね。これは昨日の出来事を、ね、前日のことですね。うん。で、今日ね、だから9月9日の岸田君の主な予定は、コンテンツ産業官民協議会、映画戦略企画委員会合同開催に参加してたっていう、こういうこと。はい、あ、ちなみにね、これをね、私がね、毎日見ようと決めたのは、まあ、総理が何をしているかで、まあ、この国がどういう方向に向かっているかっていうのを、まあ、ある程度わかるかなっていうね、はい、そんな思いから見るようにしてます。で、あと一個、これさ、リニア開業に伴う、権益形成に関する関係府省庁等会議って、これリニアってまだやろうとしてるんだ。諦めてないんだねってことが、やっぱ重要なこと分かるね、これ見ていくとね。で、これリニア開業に伴う権益形成って何なんだろう。これどこを通すかとか、この利害関係者の、このなんかエリア形成ってことだよね、権益ね。で、ここのハッシュタグに新しい資本主義。新しい資本主義としてこうリニアをやるってこと？これ成長戦略ね、デジタル田園都市国家構想。あ、こういうのもあるってことだよね。で、防災、減災、国土強靭化としてリニアね。でね、リニアに関してね、ちょっと怖い話を聞いて、まあ、怖そうな面っていろいろありますが、リニアって山を通るでしょ。山の中に、だから長野県とか岐阜県の、高い山のある、その下を掘っていくみたいなさ、経路ね。で、これが何？防災対策にもなるっていうのは、あれですよね。だから新幹線の走ってるところは、海沿いを走ってますよね。で、その海沿いが、だから南海トラフとかで、被災しちゃって、その新幹線が、の経路が断たれちゃった場合に、このリニアのラインっていうか、ね、エリアが新幹線と違うから、だからもう代替的にこうね、新幹線の保管するものとしてリニアが必要みたく言ってますが、そのじゃリニアが走っている時に、地震とかになっちゃって、リニアが止まっちゃった場合どうなるかっていうね、それを予測してる人がいて、だからほっぽり出されちゃうってことでしょ、乗客はね。で、じゃあリニアが止まって、どこに逃げるのですかって言ったら、山に出るしかないんだよね。うん。で、そこは、標高なんだろう、何千メートルの、すごい寒いところで、乗客がそこに放り出されちゃって、その後どうするんですかっていう、そこまで検討しているのかどうか、多分してないよね。うん、そもそもこのリニアを、の場所ね、だから通る場所を、標高の高い山の下に掘っちゃってるってこと自体が、危険ってことに気づいてないっていうか、分かってやってんのかね。で、あとこれ何？コンテンツ産業っていうのは、これってさ、映画とか漫画とかさ、そういうことのことで、そういうことですかね。官民協議会。で、映画戦略企画委員会。第1回映画戦略企画委員会。で、ちょっと私も初めて会う言葉ばかりで、はい、とりあえずこういうのを見て、まあ、こういう言葉何かなみたいに、調べていくと、まあ、自分の知的レベルも上がっていいかなみたいなね。まあ、とりあえず、
9月9日この2つ、その前は韓国訪韓な韓国訪問だったからね。はい、で首相の総理の1日見てからのちょっといろいろ拾ってるニュースを見ていきましょう。で真紀子さんがね、あの総裁選に関して発言をされたっていうのが、これ結構あちこちで取り上げられてますよね。うん、勘違いでヘナチョコばっかり出てきて、これも売名行為だろうっていうね。うん、それあるよね。高市もさ、あれ当選できると思ってるわけじゃなくて、総裁選に出ておけばその後なんかいいポストもらえるかなくらいに、まあ、そんな思惑で出てきてるんだろうなってことを、まあ、真紀子さんはもう見ていても分かっちゃうっていうね。でただ一人ねいるんだって、真紀子さんが総裁選だから11人くらい出てきてる中で適任者、私は一人いると思う。でそれ以外は使い物になんないんだって。じゃあ全員が使い物にならないわけでもない。でこの一人って誰、なんか言えないとか言ってるんだけど、これ分かる形で言っちゃってんだよね。で最初さ、真紀子さんに認められる一人って誰だろうって考えたらね、斉藤健さんかなとかね。だからまあそこそこね、頭はいい人は今誰だろう、斉藤健さんとか、まあ、茂木くん、加藤勝信、林芳正さんのその誰かかなと思って読んでいきましたら、ここにね、分かっちゃった、私は一人いると思うが、あとは使い物になんないでしょ。でなりたいとかなってみたいとかね、うん、そういうのばっかり出てきてると。でこの内閣総理大臣が何かって分かってますか、都知事選とか地方の首長選挙じゃないんだよ。で一人ね、真紀子さんが推す一人は官邸でエレベーターに閉じ込められた人って、これだけじゃ全然分かんなかったのですが、これで分かってきました。これもう名前出てるけどね。であの方は賢いし経験もあるし育ちもいい。でここまで自民党の中でいじめ抜かれてってあったんで、一瞬あの石破さんかなとも思ったんだよね。でも参議院でグー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 と安倍さんだか福田さんだかに押されて耐えてきた、じゃあ参院議員かなとかね。あ、参院議員じゃない、参院議員は出てないね。参院議員で出てるっていうか、出ようとしてるのは青山茂春だけだよね。であとは衆議院議員が出てるよね。で林さん、林さんへの長官を期待をね語る、もう言うてますやんあ、育ちもいい。確か林さんはさ4世とか5世とかすごい政治家の家だよね。でそうか。でも木原誠二は斉藤健さんを支持してるって話で、でも林さんはまあ岸田派だよね。で岸田派からは上川陽子君も出るのか出ないのかで、じゃあこれなんだろう、まあなんだろうっていうかさ、まあ真紀子さんが推すってだけで、岸田派全体で林さんを本気で支援しているかどうかは分かりませんが、で岸田君はどうなの、林君に入れるのか。でもなんかさ、林さんにすごく嫉妬してるっていうね、岸田君がね、そういう話も聞き、どうなんでしょうね。でも真紀子さんが、これだけ押すっていうことはね、まあ賢いし経験もあるしっていうね。あとは何だろう、まあ他のやりたいやりたいっていうそういう感じでもない、なんか本気度が見えるってことなのか、ちょっと真紀子さんのご意見はね非常に面白いですね。で次はね、何だろう、このコバホークはさ、結構もう本性を表してきてますよね。保険証の保険証廃止、これなんか12月末とか言われてて、それちょっと早すぎんじゃないとかね、もうちょっと伸ばした方がいいんじゃないの、廃止するっていうのね、
延長した方がいいんじゃないのというこういう意見が出ている中で、延長しません、はい、だから12月にこれもう一本化しちゃうってこと。でもこれできるの、実際政府が12月と決めた現行保険証の廃止時期をもうそのまま続行ってことなんだよね、この人ね。なんかさ、こう無理やり感あるよね。うん、でこれができないとね、なんだっけ、脅してる人いるんだよね。世界で取り残されるとかなんとかね。うん、加藤勝信さんもこんなこと言っちゃいってますね。つまり12月まででこのなんか変な言葉使い出してね、このデジタルトランスフォーメーションとかね、うん、これをしっかり進めないと日本の人手不足、人手不足時代に対応できないとかね、世界で取り残されるとか、まあ、こんなの脅しだと思うけれどね。でこのデジタルトランスフォーメーションって何ですかって、これ、まあ、IT 化みたいなね、要はデジタル化ってことをこの小難しい言葉で言ってるらしいのですが、でこの片井林さんとか石破さんはこの廃止時期をね見直したいって言ってる。うん、まあこれが真っ当ですよね。はい、でコバホークはね、まあ、なんだろう、コバホークもさ、もう若いとはいえさ、言ってることさ、おっさんだよね。うん、古い自民党みたいなことをこの若手とももてはやされてる進次郎とかコバホークが言ってる、中身おっさんじゃんって話ですよね。で、あ、進次郎が出てきた。で、進次郎がまたね、なんかよくわかんないでさ、フルスイングとか言ってね、迷ったらフルスイングってこれ何ですかってね。うん、雇用規制の見直し。で、これはみんなちょっと恐れてるわけですよ。これ何言い出してるんだってね。うん、これ首切りやすくしてる、したいだけじゃないのっていうのが雇用規制の見直しで、ここはさ、そんなにガンガン進めてはいけない。うん、まずはこれどういうことなんですかっていう説明からしなくちゃいけないのに、迷ったらフルスイングなんだって。思いっきり言っちゃうんだって。恐ろしいよね。だから国民が不安を感じていて、その導入どうなのっていうのは、それ迷ってるっていうか、もうちょっとゆっくり進めていかなくちゃいけないってことでしょ。うん、それを迷いと呼んでフルスイングで行くから行くとか言っちゃってるから、ちょっと待ってくれよってね、あなた何言ってんのっていうね。うん、世襲の苦労知らずに到底理解できんだろうなとかね。で、雇用規制撤廃したらメンタル休職とかしたら首切られて、そういうのが恐れてできなくなるね。休職とかもできなくなっちゃうとかで、やっぱこれ平蔵とさ同じことですよね。うん、平蔵が考えていることをがこれですよね。雇用規制緩和、あ、結局こういうのを掲げているんだなってことが分かっちゃうよね。だからお父さんがやってきたことをまたこうで続けていくんだなってことが見え見えですよね。うん、で父親が言ってたこの何、聖域なき規制改革を今度はちょっと言葉を変えて聖域なき構造改革、これなんかでもバカにしてるよね、これね。うん、2文字言葉を変えたら国民を騙せると思ってんのかね。うん、でこのさ、父親のやったことがこれですよね。派遣法改正で非正規雇用拡大って、これ竹中と一緒になって純一郎がやったことを息子が引き継いでやってこうというね。でこれをバットの素振りに例えて説明しちゃうっていう、この意味不明っていうより、これ本人も何の話をしているのかっていうのがよく分かってないんでしょうね。この雇用規制が何のことかって分かってないんじゃないの、この進次郎くんはね。うん、で、あとさ、この進次郎の出馬会見で田中隆作さんって人が、あなたみたいな知的レベルが低い人が
外交をやってこう恥をかくのではないですかっていう、まあ、真っ当な質問に対して、まあ、誰もが聞いてほしい質問を、またこの御用タレントだとか御用学者だとか、そういうのがギャーギャー言ってますっていう、その一人にまたなんか出てきたっていうね、御用学者がね、で、知的レベルが低いあのジャーナリストが使った卑劣な言論テクニックはって感じで、であのジャーナリストってあの田中隆作さんって人でしょ、うん、そのね名前を出してなく来なくて、あのジャーナリストはもともと変な人だったよみたいなね、うん、ここにね、あまたあいつかとか、やっぱりあいつかとか、あいつだと思ったという迷惑系 YouTuber みたいにね、うん、それと同列に語ってしまっているんです、あの真っ当な質問をした田中隆作さんをね。でこれ誰が書いてんだっていうね、うん、なんか小難しい言葉でああいう質問はしちゃいけないよねとかね、うん、こういうのは誘導だよねって、誘導してるのはお前だろっていうような人間がね、 あれは、卑劣な言論テクニックを使ってましたねとか、うん、散々、ね、わー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 っていうか小難しい言葉で煙に巻こうとしてる、これ誰が書いてんだよと思ったら、まあ、知らない人、このね、なんとか剣っていうね、これちょっと見てきますかね、この顔見てきますかね、おそぎ剣っていうね、なんかちょっと気の弱そうな顔をした、この人がさ、どういう立場にいるかっていうと、企業の SNS、危機管理セミナーをやってたりね、あとは従業員の情報リテラシー対策セミナーとか、青少年の情報リテラシー向上促進セミナーとか、なんかこういう一見まともなことをやってる人が進次郎をよいしょしてるっていうのは、これどういうことかなって考えてね、これさ、こういう進次郎をよいしょ記事を書くと、あの記事ごとに報酬なのかなとかね、考えてたんだよね。もう文字数でいくらとかさ、一個書いてくれたら何万円とかね、うん、まあ、あの発狂コメント書き込みたいとかは、そういう換算に、あの、なんだろう、報酬ベースになってるかもしれない、文字数とか、一回いくらとかね。でも、こういうちょっとまともな人でしょ、一見まともな人は、なぜ頼まれると、進次郎要所記事というか、自民党にとって都合のいい記事を書いてくれるのかといったら、この人の仕事をね、何、国際大学グロコブ客員研究員で、仕事が欲しいんじゃないのかね。うん、この講師の仕事とか、なんかありつけそうじゃん。うん、なんか会議に呼んでもらえるとかね。で、それを期待する、つまり自民党から、仕事のおこぼれが欲しいみたいな、一見知識階級みたいな人が小難しい言葉を使って、自民党に都合のいい進次郎をかばってあげるような、進次郎をよいしょしてあげる記事を書くっていうかね。でもこういうのがね、もうごたまんといると思う、うん、この自民党からおこぼれをもらおうと群がる自称知識人とか自称医者とか、あの脳科学者とか、うさんくさいね、こういう、なんだろう、あの、まあ、インテリチンピラみたいなね、うん、頭はいいけどやってることはチンピラみたいな、そういうの作家にもいっぱいいるじゃん、百田とかね、うん、で、まあ、ホリエモンとかさ、まあ、こじぎタレントいますよね、金子めぐみとか真鍋かおりみたいなね。で、こういうのを取り締まるさ、法律っていうかね、そういうのがないと、やっぱり一定数騙されちゃう人っていうのが出続けちゃう。うん、または、こういうところに金を回せる、まあ、自民党の資金力とかね。うん、でも、つまりは自民党みたいな、ヤクザ政党が政権与党にいることで、こういう御用学者に、おこぼれの仕事を与えたりできる、やっぱその構造だよね。うん、だから元を考えると、やっぱりヤクザ政党が政権与党にいてはいけないという
まあそこに行き着くかなっていうね。はい。で、今日はね、なんか変なニュースっていうかね、これ最後ね、立民のね、代表選今やってるでしょ。それが、自民に負けず劣らず、えらいドロドロしてませんかという記事を見ていきたいと思いますよ。で、これさ、今さ、立民の代表選に4人出たよね。だから最初は枝野が出てきちゃって、野田ムーが出てきちゃって、なんだよこんな昔のおっさんの2人の対決なのかよと思っていたら、まあ、ギリギリで泉健太と、あと吉田晴美さんが出てきたよね。告示日のギリギリぐらい出てきたでしょ。で、その裏側で何が起きてたのですかっていうね、記事です。で、推薦人の貸し借りがあったっていうね。あ、ここにね、野田と枝野が仕掛け合うドロドロの権力闘争だって、これ自民じゃないよ。立民の話だよ。立民代表選で起きている推薦人の貸し出しで、これね、結論を言うとね、野田陣営と枝野陣営からそれぞれ、泉健太と吉田晴美に推薦人を貸し出してますっていうことなんですよね。で、貸し出すことによってそれぞれの陣営が有利になる。だから貸し出したってことは、結局野田と枝野の一騎打ちってことじゃん、この立民の代表選って。で、何、泉健太と吉田さんは出しにされている、利用されている。じゃあ吉田さんのさ、吉田グループの掲げる消費減税の食料品にはゼロにしましょうっていう、あれは何なの。あれはな、単なる釣り餌になるのか、まあ、全然やる気ないっていうよりも、実際代表になんて なれるわけないから、絵に描いた餅なんですかっていうね。で、これどういうことかね、ちょっと見てきますね。だから一見さ、4人出てきたから多種多様な人材が揃ったかのように見えますが、で4人で代表の座を争う形になったようには見えますが、これいつの写真これ。なんかこのタキシード来ちゃって、今よりちょっと若いよねこの2人ね。この野田ブー顔でかいな。これさ、枝野さんが後ろにいるわけじゃないよね。この遠近さない、これ横並びで、何この顔の大きさの違い。まあまあいいか、そんなのはね。で、だから立憲支持者からはさ、ああ4人も出てきてちょっと良かったねというね、歓迎の声が上がってますが、実は実態は、ね、そう単純ではない。で、この泉さんと吉田さんが立候補できたね、立候補できた背景には推薦人の貸し出しって、でもこの言葉ってさ、自民の総裁選でよく聞く言葉だったよね。推薦人貸してあげるよとかさ、ガースーが茂木くんに、推薦人貸してあげるから、その代わり、決選投票ではうちのポエムを応援してね、そしたら財務大臣あげるよみたいな、そういうドロドロは、自民内部の話かと思ったら、これね、何、立民でもやってるじゃんね。で、じゃあどういう形で貸し出したのでしょうか。で、枝野を支援するグループは、あ、サンクチャリ出た、サンクチャリ。このサンクチャリって聞くと私は壺しか思い浮かばないのですが、ちょっとそれは置いておき。で、だから枝野さんは何、このリベラル系と言われるサンクチャリが支援している。で、そこが泉健太に推薦人を貸し出したんだって。でじゃあこの野田ブーのグループ、これ何、家政会っていうのかな、野田氏が抱えるグループが吉田さんに推薦人を貸した。じゃああれはどうなったな、菅直人はさ、今回吉田さんの推薦人になったでしょ。で、菅直人もグループ持ってて、あ、それでなんか足りなかったって話だよね。
でもこの2人ね、泉健太と吉田さんは野田ブーと枝野陣営から推薦人を貸してもらってやっと出馬できるようになった。だからさ、推薦人20人なんてするからこういうさね、駆け引きが起きちゃうでしょ。だって10人くらいだったら別に吉田さんも泉さんもこの推薦人なんて借りなくっても出馬できたわけでしょ。だから泉健太もさ、この推薦人の条件変えておけばよかったのに、早くね、できたはずでしょ、内部でね。でこのじゃあこの推薦人のね、貸し出しは何ですか。で泉さんは現代表であり自身のグループも持っているけれども、推薦人確保に難航してたんだよね。で吉田さんは菅直人にとか、あの若手女性議員が支援に回ってましたよね、坂井夏実さんとかね。でも推薦人が足りなかった。でそれでほら、枝健二と一本化してよね。でそれでも20人に届かなかったんだって、吉田さんは。あんなに夜中まで話し合ってたのにね。で枝野陣営は泉さんに、で野田陣営は吉田さんに推薦人を貸したでしょ。でこれがね、どういうことだったかというと、ちょっとややこしいのですが、具体的には泉の推薦人に名を連ねる鬼木誠。鬼木誠ってこれさ、自民にも同姓同名いるんだよね。でこの鬼木とか石破とか、このね、なんとか道下、ちょっとこれ確かめますね。さすがに名前くらいは確かめます。これ何て読むんだろう、道下大輝だってね。その人はサンクチャリの人ね。でサンクチャリはあの枝野さんのグループだよね。でこのリベラル系なんだってね。枝野さんは一応こうリベラル系ってことですよね。で吉田さんの推薦人の奥野さんとか小西さんとか、谷田川、これ谷田、ちょっとこれも見てきます。これはなんて言う、谷田川源、八田川でした。はい、八田川はじめさんでした。全然違いました。八田川はじめさんね、は野田氏グループの出身なの。そうなの。小西さんも野田氏グループの出身なので、野田陣営も、枝野陣営もライバル候補が増えるようなことをしたのかって、そう思うよね。推薦人化してライバル増やしたのってね。でそれはね、古い顔の一騎打ちになりそうだったわけだよね、最初枝野野田でね。でそうすると立憲のイメージが悪くなっちゃうとね、で世間から見放されてしまうと考えて、それであと2人出した。面もあるとね。で枝野陣営は泉さんに、野田陣営は吉田陣営に貸しを作ることによって決選投票を有利に進めようとしているって、これやってること自民と同じだね。でこれね、この仕組みがなんかよく分かりにくいんですよね。ちょっと見てきますかね。で立憲代表の第1回投票、やっぱこういうのがあるんだね。で1回目の投票は国会議員と、あとは何、地方議員とか党員の票、国政選挙の公認候補予定者とか、この人にも投票権あるんだ。あと地方議員、党員や協力党員が投票する。だからちょっと自民とはちょっと違うよね。でも過半数を得なかった場合は決選投票っていうのは、これ自民と同じだよね。で、国会議員と公認候補予定者の投票は、
そのままであるのに対して、地方議員や党員の票は都道府県連の47に圧縮されるってことは、決選投票では国会議員票の重みが強くなるって、これも自民と同じだよね。うん、だから決選投票にもつれ込んだ場合は、国会議員の仲間をいかに作るかってことが結果を左右する。でも立民の場合はその決選投票に進むのはもう分かってるわけでしょ。うん、もうこれ枝野野田ってことは分かってて、じゃあそこで仲間をっていうか国会議員票を上積みするためにわざわざ、推薦人を貸してあげて候補者を増やして、ね、推薦人貸してあげるからその代わり決選投票で僕に投票してねって、これ自民と同じだね、この仕組みね。いや泉健太とじゃあ吉田さんはなんか逆に利用されちゃってない？これ代表選じゃ出ない方が良かったくらいで、現在の情勢ではこれ枝野と野田が決戦に残る可能性が高いんでしょ。で枝野陣営は泉陣営の議員を引き込むため、野田陣営は吉田陣営の議員を引き込むために推薦人を貸しただって。はい、ちょっともうこれ以上読む必要はないですね。はい、そういうことらしいですよというね。うん、じゃあ立民の代表選も、まあ、事実上は同じ最初に出てきた2人の対決ってことですね。はい、なんかさ面白くもなんともないっていうか、もうどうなっちゃうんだろうね。うん、でもこの後はなんだろう、あと唯一期待できることは、まあ、小沢さんの戦略かな。今回野田ブーを支援している小沢さんは決選投票が野田対枝野ってことは分かってるよね。で、まあ、野田が勝つのでしょう。で多分そこまで小沢さん読んでるよね。でその後のことを考えてる。うん、まあ、立民は、まあ、割れる方向に行くんだろうね。うん、っていうか割らないとさ、もう消費税に関してもこう意見がバラバラのような、この立民の存在価値はもうないね。うん、で代表選でもこんなにドロドロ自民とに同じようなことをやってる政党に対してはもう信頼できませんねというね、そういう感じです。はい、あ、今日は30分もやってる。またやります。ではまた、バイバーイ。練習信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもいくら監視して、最近泥棒させないぞ。